皆さんこんにちは、チャッキーです。今回はですね、こちら秋になったらね、スーパーなんかで並んでくるもうコスパ最強の白子ね、この鮭の白子をね、美味しくね楽しむために簡単にできるね下処理の方法を紹介したいと思います。もう鮭の魚に抜群なんでね、きっちり下処理してね、美味しい白子を楽しみましょう。それでは一緒に作りましょう。チャンネル登録お願いします。まずはね、こちらの白子下処理する前にね、ちょっと選び方としてはね、できるだけね、こんな感じで綺麗な白色でね、こう触ると弾力があるのを選ぶとね、鮮度がいい証拠だと思います。そしてね、この白子ね、下処理をしないでね調理して食べちゃうと、もうただ生臭いだけでね、全然美味しくないんですけど、きっちり下処理してからねいただくとむちゃくちゃ美味しいんでね、今回はそんな下処理の仕方を紹介していきます。まずこちらね、白子、このちょうどね真ん中ぐらいにね、太いね血管と膜が走ってるので、これをしっかり取り除いてください。こう包丁の先っちょなんかでね、ちょっとピュッピュッとこう切り込みを入れてあげると、こうやって出てきますので、こう上に持ち上げるようにね、包丁をギコギコ滑らしながらね、きっちり全部取っていってください。ここにね、めちゃくちゃ生臭い匂いの原因があるんでね、あとこの間に入ってる血ですね、きれいに取り除いてください。あ、こんな感じね、こんな感じで結構血の塊があると思うんで、ここをねきれいに薄い膜、薄い血管をねこう削り取るように、こうやって取っていってください。こんなビロビロのやつです。こういうとこね、きっちりとね丁寧に取り除いていってあげます。あんまりこのね割れ目のとこに深く入ってる場合は、包丁の先っちょちょっとカリカリっとこう薄い膜をね1枚だけ切る感じで、少しね切り込みを入れといてください。この後ね、水につけてね、この血管の中の血を押し出していきますんで、血管の中から血が出やすいようにね、少しこうこの間ですね、ここの部分にね傷をつけておいてください。こちらね、血管をねきれいに取り除いて、ちょっとこの隙間に傷をつけましたら、お水を用意してください。ボウルにお水を張ってね、この中にこのねきれいに処理した白子をつけていきます。この状態でまあ10分ぐらいまずね水につけといてください。そうするとこの白子のね隙間に入ってる血なんかがね、ちょっと柔らかくなってね外に出てきますんで、まずは10分ぐらいこのまま置いといてください。まずね10分ぐらいお水につけましたら、血管の方から血が外に流れ出てると思うんですが、この少しね切り込みを入れたこの割れ目ぐらいのところにまだたくさん残ってるので、白子をねこうやって押しつぶさない程度でね、こう指の腹を使って擦るような感じでこうやって揉んであげてください。こうするとね、さらに外に血を出すことができるんで、この血が残っているとね結構生臭いんでね、この割れ目ですね、この割れ目にこう指を入れてグイグイグイっと軽くね押し出してください。軽くで大丈夫です。切るだけね出せるまで、この割れ目のところを指でグリグリやってね、外に血を押し出してください。ここまでできましたらね、この水一旦捨ててください。はい、お水をねほかします。そうしましたらお塩、まあ一つまみぐらいをねパラパラっと入れて、全体的にこうやって揉んでください。そこへね匂い消しも兼ねてね、日本酒ですね、もう何でもいいです。安い日本酒をちょっとパラパラっとこう適当に入れてください。お塩と日本酒を加えたら、まずは全体的にまたねこうやって混ぜてください。この状態でさらに10分間置いておきます。これでねお酒の力とお塩の力でね、中からね臭みがさらに出ますんで、この状態で10分置いておきます。はい、こちらねお酒とお塩に10分ほど漬けましたらね、少しなんかちょっととろみがねついた、もう臭みの塊のね汁がいっぱい出てきますので、こちらをさっと流水でね洗い流してください。水をね 2,3 回シャワシャワとねかき混ぜながら変える感じで、まずは綺麗な水にね変えてください。はい、こんな感じですかね。
しっかりとここで白子を洗ってあげます。この臭くね、白子から出てきたこの汁を全部捨てちゃいます。この後はね、さっと湯引きをしていくんですけど、その湯がき方にもねポイントがありますんで紹介していきます。まずはね、お湯をね沸かしてください。お湯ね、1リットルに対してまあ小さじ1杯ぐらいのねお塩を加えますね。ちょっと薄い塩水にしますね。ここへお酒少し入れます。適当で大丈夫です。さっと一煮立ちしたらこんな感じね、もう火を止めちゃってください。白子は湯がきすぎるとね、もう硬くてボソボソになって全然美味しくないんでね、火を止めたところへ先ほどの白子を入れちゃいます。全部一気に入れてください。はい、これでねお湯の温度が下がりますんで、もう火を止めたままこの余熱で火を通していきますんで、全体的にねさっとこうかき混ぜて、まあ 2,3 分このまましっかりねお湯の中につけておいてください。こちらね 2,3 分しっかりと余熱で火を通したらね、白子をねすくい上げて冷水の中に落とします。はい、これで OK。 あとはねこのまんましっかり中まで冷やしたら、もういろんなねお好みの料理に使っていけますんで、次はね保存の方法をちょっと紹介したいと思います。はい、こちらね白子しっかり湯がいて冷やしましたらね、こちらねこのお水ね、舐めるとほんのり塩味がする程度の薄い塩水です。そこにね日本酒を少しね垂らしてあります。日本酒にはねやっぱ殺菌作用もあるんでね、この薄い塩水に日本酒を加えたところへねこうやってつけておいてください。あとは蓋をして冷蔵庫でね保存しておけばね、お好みの料理にすぐに使えますしね、焼いたり揚げたりする場合はキッチンペーパーなんかで周りの水分をしっかり取り除いてからね使ってください。お酒のね白子はもうむちゃくちゃコスパが良くてね美味しいです。湯がきすぎないで丁寧に処理することでね、めちゃくちゃ美味しい白子の味とねとろりとした食感がね楽しめますんで、お酒の魚に最高です。はい、ということでね、もう白子料理の定番ポン酢がけねパパパッと作ってきましたわ。きっちり下処理したねこの白子をね一口サイズに切り分けてポン酢をかける、まあね刻みネギや一味をパパパッと振ってねこいつと一杯いきたいと思います。ということでね、味見がてら酒の白子こちゃ炊いてみたいと思います。やっぱポン酢がけ最高っすよね。うん、完璧完璧。やっぱね火を通しすぎないっていうのがポイントですね。余熱でじんわりとね火を入れることでこのとろりとしたねクリーミーな食感が残ってます。もうお酒と塩使ってね洗ってるんでね、臭みも全くないです。いや、鮭の白子は本当めちゃくちゃ安いんでね、鮭の魚にはコスパ最高だと思いますしね、スーパーなんかでもねこの時期になったら比較的たくさん出てるんでめちゃめちゃいいですよ。うん、うまい。あ、ビール飲もう。ビール片手に白子絶対美味しいよね。うまい。いただきます。あー、一気にいってもた。もう味見じゃなくなってんな。いや、ほんとね鮭の白子は安くてうまい、最高ですね。寒くなってくるとね鮭の白子じゃなくてね、まあボラ、タラ、フグとかね美味しい白子どんどん出てきます。まあよくお店で見かけるのはね、なんかうにょうにょっとしたちょっとグロテスクなねタラの白子だと思いますがね、もうご家庭で楽しむには鮭の白子で十分安くてうまいんでね、ポン酢かけにしたりね天ぷらにしたり、またまたねステーキにしたりして美味しい鮭料理楽しんでみてください。このねちょっとした一手間でめちゃくちゃ美味しいね白子料理が楽しめますんでね、ぜひきっちりした処理して美味しい料理を楽しみましょう。今回は以上となります。最後までご視聴ありがとうございます。また次回もよろしくお願いします。